ねえねえタクボーイ、今年クリスマスプレゼント何が欲しい？おにぎり。さあ、始まりましたタクボーイ、皆さんこんばんは。だいぶだいぶ上手いですけども、ね、でじゃあ早く答えてくれって言うからさ。決まりました。よろしくお願いします。なんと今日、はい、橋本たくみのたくぼ、はい、YouTube ライブということで、すごいよね。なんか本当嬉しくて、はい、ちゃんと声聞こえてるのかな。ね、聞こえてますか皆さん。コメントたくさんしてる。あ、すごい。こんばんは、ツッキーさんとか、リリーさん、ママさん、さん、あやかさんとかね。なんか、こんばんは、こんばんは、こんばんは。もうアマフィーはずっと前からやりたいって言ってたじゃないですか。はい、言ってたけど、こんな急に来るとは思ってなかったし、とりあえず、自己紹介しません、ね、はい、あ、そうですね。とりあえず、これがね、今のラジオの感じですね。ラジオの感じ。聞こえてますよ、よかった。メインパーソナリティの橋本たくみです。よろしくお願いします。アシスタントの辺野ゆこです。よろしくお願いします。イエーイ、裏方のアマピーです。よろしくお願いします。そして今回のゲスト、はいはい、スペシャルゲスト宮田樹里さんです。イエーイ、よろしくお願いします。まあ、シェフをつけていただいてすいません。まずさ、俺もジュリちゃんジュリちゃんって言ってんだけど、うんうん、はい、そうそうそう、この初めてでしょ2人。そう、初めてで、はい、そうなんですよ。だからなんて呼ぶかをまず聞いて、なんて呼んでいいのかさっきこう気に入って、はやまうん、はやま、はい、はやまはやまでもいい。何先輩は、ハーヤマンね、だから、うん、インカマンみたいな感じで言えばいいです。あ、そうそうそう、はい、僕その失礼ながらずっと、はい、あの今回ゲストさんはジュリちゃんジュリちゃんって聞いてて、あ、はい、僕あのそんなに存じ上げてなくって、はい、ずっと、あ、ジュリちゃんねって連絡取って入ってたんです。勝手にね、今日終わりするまでジュリちゃんがゲストっていう感じで、もしは葉山にあのいや天音さんがジュリちゃんって呼んでいい方じゃないですけど、どういうことって何言ってんすかっていう、ね、何言ってんすかみたいな感じでちょっと慣れないね、ディスタンスアングルね、うん、そうだね、こう慣らされてって言われて、それでちょっと調べたらちゃんって呼べないし、もう呼んじゃってください。今日何でお呼びしたらいいんですか。もうジュリちゃんで。ジュリちゃんさん、ジュリちゃんさん、ジュリちゃんさん、クンさんに言ってちゃんさん、クンさんっていうのはあれ、あれよ、もしかして、あまり聞いたけど、クンさんってクンっていう名字じゃないの。違う、そう、聞いたことある、クンっていう、ね、ちょっと待って、そんな名前もない、ない、サンさん、あの後輩で中村くんっていう後輩なんですけど、僕がちょっと人見知りで、しかも初めましてだったんで、くんとはどうも呼べずに中村くんさんって呼んでたんですけど、それをくんさんになっちゃった。そうなんです、番組後半でくんさん、ラジオだと分からなくてちょっと違う国の方とか、そういうイメージのくんさんでした。いやでも見ミュージクーコンいないでしょ。じゃあクンクンになっちゃうんだよ。クンクンってきたらクンクンになっちゃう。そうなんですよ、はい、声がやや聞きづらい。あ、もうどんどん言ってください。もう今日バッタバッタで、はい、バッタリンコでやってるんで、ちょっとそういうのもあったらぜひ言ってください。はい、一度調整していきますんで、お願いします。お願いします。じゃあジュリちゃんさん、ジュリちゃん今日何するんですか。いきなりですよ、うん、ね、いきなりだってやるって言うから何しようかなと思ってるんだけど、はい、まずどうする、まずどうする、まずすごいっす。そんなことあります。もう呼び名はみんな決まって、それでいいの。え、じゃあアマピー、アマピー、あ、だってリリちゃんはアマピーって言うの。うん、アマピー、バッシーでもいいの。バッシー、うん、また新しい、バッシー、うん、なんでバッシーなの。小林だ、あ、バッシー、うん、いいよ、アマピーで言いたい。みんなこういうでみんな消極的。いいよじゃあ呼びたい方で適当に、じゃあちょっとジュリちゃんで頑張って、ジュリちゃんで頑張って、終わる頃にはもうジュリーぐらいに頑張ってください。ジュリーさんあれですよね、もちろんタクボイも何回も、もう何回もこの間送っていただいたやつを何回ももう聞いて言っちゃダメ、送っていただいたって生放送で聞いてんですよ。あ、メイドして言ってほしいのに、送っていただいたって言っちゃダメでしょ。いや、ほんとコメントもね、たくさんいただいてるんで、はい、今日はね、チーム対決をするんですよね。うん、そうだね。ただ勝敗は、
あの我々とリスナーさんの盛り上がり度で勝敗を決めていくので、うん、はい、いつもは個人対決なんですね。そうですね、主に個人対決なんですけども、はい、これどう、みんな誰かが聞きづらいの、みんな聞きづらいの、あのね、やっぱちょっとね、ブツブツしたりするんですよ。あ、そうですね、いうのもちょっと広いじゃないですか。広いね。だからその余計な音を抑えるのに、うん、機能をちょっとつけてるんですけど、なるほど、若干ブツブツしちゃう時もあるんです。すいません、すいません、本当に。すいません。あと急に言うから。昨日バッタバタで僕機材準備しましたから、ね。そうです、ね。久しぶりの YouTube ライブで、でもコメントたくさん来てますよ。本当に多い。嬉しい。コメント聞きたいですね。コメント聞きたい。聞きたい、ちょっと。コーナー行く前に。天海さん。今回は裏方なんだっつって、そう、裏方、僕ね、スイッチングやりながら行きますからね。すごいよね、喋って、喋りながら。はい、今日はちょっと覚悟に、ちゃんとメインパーソナリティ出してたもんね、うん。出してもらおうかな。いや、俺はもういつでもメインパーソナリティっぽいからね。今日のタクボイさんの服装素敵すぎる。本当？普通でしょ。嬉しい。今日でもすごい自慢してましたよね。ね、なんか。なんか白だよ、男。本当に。珍しいでしょ、白。やっぱ暗い雰囲気だからね、うん、そこで目立つ白、うん、なんか合ってます、合ってます、なんか睡眠の黒で僕と真っ黒だよ、アマピーとジュリちゃんの黒で、だから下手するとアマピー映ってないから、映ってない、真っ黒だけ、真っ黒だけで、私も大丈夫です、十分です、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、ラジオみたいな音声でお送りしてるんで、そうなんです、うん、頑張ってください、見るラジオみたい、いやでも嬉しいですよね、やっと、そう、なんかタクボ行ってラジオでも楽しんでもらってるんだけど、うん、この映像ならでは、うん、あの普段どんな風にどんな顔してどんなこと言ってるのかがちょっとバレるのは恥ずかしいんだけど、そうそう、だけどちょっと楽しみでもあり、うん、で、いつもビックリマン対決とかやるんですよ、はい、でもそれもあのクシャ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 ボリ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 その中で自分はこれが強いだの、うん、なんかあるんだ、あるんだけど、今日はそれをちゃんと映像でリアルでね、みんながどんな風に開けてんのかなって思ったし、うん、しかもそのコメントを見ながらできるって最高ですね、リアルタイムで、ちょっと私できなかったやつですね、アマピーはもう仕事上リアルタイムで返すことが多かったから、うん、逆に一方通行のラジオっていうのはすごくあの新しい意味で、そう、もっとつながりたいってね、うん、なかなかやっぱり皆さんの時間とか合わせるのもね、うん、はい、そんなことどうでもいいんですよ今日、あ、そうだ、時間がね、時間が8時間ですから、そうなんだ、ガイガイやっていきたいと思います、はい、チーム戦ということでよろしいですね、よろしいです、じゃあ早速一つ目、僕今日ね、あの台本をね、はい、10秒用意したんです、はい、ないですすごいよ、すごいないですか、ノー台本の、ノー台本ないんです、ないんです、今日10秒もあるんです、10秒も今まで一度も書いたことない、台本嫌がるんだもん、ね、だって書いたらね面白くない、面白くないから、うん、ね、タクボイらしくないと、そう、前提として素を見せる番組、うん、そして褒めて伸ばす番組、そう、はい、そこはでも大前提、大前提ですから、やっぱ素を見せていきたいと思います、はい、早速1つ目の対決はどっちがおしゃれ、チーム名対決、はい、何それ、いやルールは考えてないです、そんなに、えチーム名、まずチーム対決、あ、そうか、チームのちなみにこの人とここで、ね、そのチーム名を、はい、まあちょっとおしゃれに考えていこうかなということで、うん、なるほどね、本当はね相談し合いながらやりたいんですけども、うん、実産角度ってことで、まあ各々、うん、で勝った方のチームに、あ、拍手ありがとう、みんな、おー、ありがとうございます、できるコメントが来てます、そう、それでチームごとにね点数を入れて、はい、今日しかも商品があるとこないとか聞いたんですよ、どうなのかな、お菓子いっぱい買ってきたんだよ、ね、どうなのかなってなって具体的にお菓子ちょっと、うん、しかもなんかお菓子なんだ、もうちょっといいものだと思う。いや、結構ね、実はでかい、でかいのがあるんですよ。ちょっとじゃあ、チラッと見てみて。チラッとね、チラッと見てるならもう堂々と出していいよ。イエーイ、すごい、やばい、楽しいやつ。大きいサイズのね、パーティー風の、あ、いい、楽しめそうだ。タクボイに言われて、今日あれもう一個カメラ置いたんだから、そっちにじゃあ、あっ、そっちに置くんですよ。え、でもこれ見てちゃっていいの？いいよ、いいよ。行きますよ、はい。ね、このお菓子ね。いいですね、オッケー、Thank you。オッケー、オッケー。ちょっとね、いろいろ、問題あるかどうかわかんないけど、あんまりじっくり見せないですね。そうね。はい、そうですね。もう、ほんと大変だった準備するの。ということで、考えていきましょう。はい。はい、はい。
サクッといきましょう、これ1個目なんでね。わかりました。じゃあもうパッとね、チーム名とかサクッと難しいんだよね、全然浮かばない。オッケーオッケー、チーム名だ、こっち行けた。オッケーです、手元さんと私のチーム。考えれば考えるほどハードル上がるんでね。やだ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 。じゃあアマピンからいく。あ、何何答えどうなんですか、すぐ僕に。アマピンはそっちの方がいいよ。でもそう、はい、じゃあいきます。はい、うちらのチーム名はハヤピー。シンプルにね。シンプル。あー、ハヤピー。はい、どうかなと。じゃあ私が、はい、いきます。はい、いいんですか。どうぞどうぞ。続いていっちゃって。じゃあアマピーと私のチーム名はアメとムチデンジャラス。アメとムチデンジャラス。最高。つなぎ、つなぎ。アメとムチ。アメとムチ。はい。ね、厳しいんで結構、うんうん。ご自身がアメなんです。うんうん、私アメで。はい。チーム名デンジャラス。なんかすごいですね。ラジオでもいつもそうなんだけど、なんか最後になんか こういうのとかつけて、ごまかす。そう。なんかこんなのに。今日は映像なんで。そう、これ映像なんで。なるほど。あ、でもこれでなんかちょっとハードルが上がる。そう。よく見ますよ。ハードル上げてどうする。何言ってんの、デンジャラスじゃなくて。あれですよ、僕今日あのツイッチャーもやってるんで、あの自分だけ堂々と映りたいって人は言ってください。あ、そこね、切り替えるんで、2回目に切り替える。ちょっとじゃあそこ行ってみる、行ってみる、はい、考えました、ここあそこで言えばいいんですよ。今映してないから、ちゃんと考えてくれないと映さない。考えて、チーム名考えたら。いいよ、見に行ってください。行きますか。はい、行きましょう。行きます。あ、私もやりたい。ファッションセンター、たくみ。あ、いいじゃん。ファッションセンターかな。だいぶ勢いでしたから。ファッションセンター、たくみ。これでなんか、すごい言いたいことがあるときは僕が切り替えるんで。わかりました。自己主張してる。あれね、あれね。切るんですね、カメラ。ちょっとアップ恥ずかしいね。いや、自分で言ったじゃないですか。どう見えてるって感じで。なんかやだ、あれよく映ってやだよ、あれ。わーい、ジュリちゃんって言われてね。パッと待って、見ました。早すぎて、分かんなかった。で、全然聞いてなかったんですけど、何を？なんて答えました？はい。え、たくみとジュリちゃんで、タクジュ。あー、タクジュ。タクシンプルにね。タクジュ。タクジュ。あー、なるほどね。で、ジュリちゃんは？ファッションセンター、たくみ。ファッションセンター。完全にお店だよ。ね。それって、あの、ファッションセンター、ハラハの、ハラハの、あの、あれだよ。タクジュ。おしゃれしてるって言うんだよ。なるほど。そうだね。じゃあどうします？じゃあこっちはもうあれだよね。はい。アメとムチ。いや、デンジャラス。デンジャラス。はい。もうまたコメントで打っとこう。あ、デンジャラスね。アメとムチ。打てんのそれ？打てるよ。アメとムチ。どっちが？デンジャラス。どっちがかっこいいか。こちらはどうします？え、当たるって弱くないですか？いや、ファッションセンタータクチューでしょ。合わせ。あ、なるほど。それもありです。あ、合わせ。ファッションセンターたくじゅ。もうでっこういうのつければね、こういうのつければね。だいたいなんかあんまたくじゅが綺麗じゃないよ。たくじゅがあのカタカナに樹液の樹になっちゃいました。あー、なんでもなんでもいい。自動変化でなんでもいいです。なっちゃいました。じゃあこれも一応勝敗決めてきます。そうだね。アメとムチデンジャラスかファッションセンタータクジュ。はい。じゃあ皆さんどっちの方がいいかコメントいただけたら。まあちなみにあのスタッフさんはどっちが。そうね。どっちがいいか。あの指差してください。あ、なるほど、スタッフさんの。スタッフさんね、どっちがいいか。二人いますからね。あ、二人。どっちがいいですか。あ、ほら、あ、タクジュ一票。もうそしたらこっちサッとしかないじゃん。助けてるんですかこれ。こっちさしてもらっていいですか。はい。うわ。七大人たちだ。七大人たちだ。何が入っちゃったの。みんな全然そこに関してはコメントくれないし、こんだけコメントあるのに、まあ、ちょっとねタイムラグもあるんで、あ、デンジャラス1票。あ、やった、ありがとう。間違えた、俺が怒りますって、ただテロリンさんが言ってます。もちろんファッションセンタータクシュです。ありがとう、テロリンさん。これ勝てる気しねえな今日。ね、じゃあそちらいいですよ、ワンポイントってことで。やったー、ワンポイント。じゃあ僕たちワンポイントで、ワンポイント。でもあの、はい、誰か覚えてる、誰か覚えてる、これしてもらう。これはなんとなく覚えてる、なんとなく覚えてる。わかりました。ということで、まあここからが本題ですよ。はい、はい、そうです。これからやっていきたいと思います。はい。じゃあ何がいいですか。次のあれ行く、行きましょう。じゃあ
まあ、相方に伝えろことわざ対決とか。あー、そっち行こうか、じゃあ。行きます。あ、なんか準備してたんですか。いや、今日。なんか、企画準備してたの。当たり前でしょ。なに。次、じゃあそっち行きます。いや、あれはもうとっておきなんです。とっておきなんですね。じゃあ、わかりました。行きましょう。相方に伝えろことわざ対決。なんか私、フリーのような気がしてきた。あ、でもね、大丈夫。あの、何個かは実際のタクボイで、やった企画だけど、うんはいはい、今日はほぼほぼ新しい企画。うん、あ、っていうか、違う、あの、チームが。え？俺は弱いって。あ、なるほど。すいません、ジュリさんから俺は弱い。この前回のタクボイで弱いというクレームが来たんですけど。ような気がしてきた。なるほどね。あれ、伝えればいいのか。大丈夫でしょ、俺も言うから、二人で。なんで自分だけ言う自分だけ頑張んなきゃみたいになってるやってみましょうね。やってみましょう、やってみましょう。どういうルールなんですか。ルール、はい、ルールはあります。相方に。いや、だからその以前やりましたね、ことわざ対決、はい、それをリスナーさんに当ててもらったんですけども、うんうん、だからチームで一人がことわざをスタッフさんから見せてもらって、うんうん、そのことわざに出てくる言葉とかを絶対使っちゃダメなんですよ、はいはい、使わずに何のことわざかをチームメイトに伝えるっていう、相方に伝えるってことでやって、はい、じゃあ見る側と伝える側をチームで決めればいいのね。そう、どうする。はい、見る側がいい。じゃあもうレディースとメンズでやっていきましょう、今日せっかくだから。あ、はい。えどういう感じかな。じゃあレディースが先に伝える。そうですね、はい、伝えるで、じゃあことわざ2個あります。いけます。だから僕ら見ちゃダメですよ、あれ。あ、じゃあ僕、はい、僕はその間に急に音声クリアになった。よかった。今ね、実は、ね、音声と戦ってたんです。そうですよ、だってすごい急に喋んなくなったんですよ。音声と戦ってました。いや、すごいすごい。まだちょっとね、不具合あるかもしれないですけど、言っていただければなるべく対応できるように頑張りたいと思います。あ、なんですよね、これラジオのタクボイもそうなんですけど、うん、その場でだんだん成長していくる。終わる頃に完璧に。そう、完璧になる。毎回ね、そうなんだよ、ね、そう。さすがアマポ、アマポ。いい感じになりました。よかった。アマピー。アマポイ。いいんですか、アマポイってことで。アマポイ。これからアマポイってことで。アマポイ。さすがアマポイもらえましたね。もともと僕、うん、技術者で裏方なんで。だって、もともとは、パーソナリティではなかったもんね。でもなんか声もすごい素敵ですし、私絶対なんか、J-Wave みたいな感じ。J-Wave。J-WAVE 何すか J-WAVE。 あ、知らないよ。知らないんだ。ラジオだよ。知ってる。知ってるでしょって言っとかないとやばい。そう、やばい。知ってる。J-WAVE 面白いですよね、あの番組。あれ番組名じゃないよね。番組名ではない、曲名。まあまあね、まあね、まあまあ、あと曲名ですよね、あれね。J-WAVE だ。そうそう、あれ声に似てる。だからの時はもう話次に行きたい。はい。じゃあ、レディースはちょっとお題をちなみにしに行きたい。あ、そうだ。あ、じゃあ僕らが後ろ向いてるんで。そうですね。二人とも見せてもらって、その場で大丈夫ですよ。その場で大丈夫ですよ。はい、あ、なんか後ろ取られるのすごい恥ずかしい。いいじゃないですか。ここセットしてくれよ。あ、これ二人一緒ですか。同じですよね。あ、同じじゃない。あ、じゃあ。同じじゃない。あ、そうなの。別のやつ。あ、別のやつ。あ、同じでいきます。同じで。同じでいこう。同じでいこう。見せてくれた。じゃあ同じのでいこう。うん、はい。後頭部ワックス塗ればよかった。OK です。OK ですか。じゃあ前に行きましょう。はい。今ね、ちょっとろうそくに火つけて。いいから。ありがとうございます。それ本番前にやるやつですよね。そう、ついてないなと思って。ついてなかったですね。わかりました。じゃあどうして、どうやってやりますか。だから、それを二人ともなんか、これを伝えればいいんだね。二人同時に。もういいですよ。同時に同時に。はい。ジェスチャーとかもありで。はい。もうなんならもう、ハヤマンとジュリちゃんで、話してもらっていいです、そのことわざについて。なるほど。あ、じゃあ先に答えちゃおうか。先に答えちゃおうか。どう、うん。はい。なんだろう、橋本匠さんと。俺知ってることわざなのかな、そもそも。私は、俺も分かんない。そんな感じかも。皆さんも当ててくださいね、ぜひ。うん。匠さんとジェリさんは同じ感じ。同じ感じ。うん、なるほど。ことわざでしょ、ことわざ。私は、ことわざ。血が珍しいです。から血が珍しい。はい、よく血が珍しい人が周りに寄ってくることが多いです。あ、はいはい、俺いける。すごい。俺いける。はい。俺いける。はい。いいですか。俺ダメです。できてる。ダメですか。目とかある。いやダメです。もうダメとかある。もう本当に分かったの。分かった。素晴らしい。いやでも分かるかもこれ。分かった。勘が良ければ。じゃあ行ってみましょう。行っていいですか、はい、俺あっち行っていいですか。いいですよ。いいですか、ね、でも難しい。だからこれ押した瞬間に走っ、いいな顔してる。押した瞬間に走っていけば間に合います。いや別にそんな急がなくてもカメラの切り替わるこれ。いや別に切り替えてから行けばいいじゃん。あ、俺これ答えたら聞かれちゃうな。あ、
あんなそこで。いや大丈夫、俺も分かってるから。正解。レイは友よ。はい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 。正解。イエーイ。素晴らしいです。いやありました。これもすごい。ほらほらみんな答えてるもん。レイは友よ。すごい。え、なんでだろう、すぐ分かるよ、ね、もうワッキーさんなんてルイトモっつって言ってたから、ルイトモみたいな、ルイトモ、え、どこら辺で分かったんだろう、え、ちょっと待って、ファイアマンのやつ、ただただただなんか、はい、そうそう正解みたいな反応してましたけど絶対分かってない、分かってないですよ、いや、合ってたよ、え、なんでこれ上手いな、この合ってたっていうシステム、上手いや俺ルイトも昔から得意だったんですよね、うん、ルイトもね、うん、上手、ルイトも得意だと思う、絶対分かってない、やりました、これ面白い、そうだね、1ポイント獲得で、1ポイント獲得、え、うちは頑張ってくださいよ、大谷さん、俺も分かってた、なしじゃあじゃんけんで、みんな分かってるの、ルイトもルイトもじゃんけんでしょ、じゃんけんは、じゃんけんおかしい、でも全部じゃんけんでいいじゃん、1時間じゃんけんでいいじゃん、ダメなのじゃんけん、ダメです、ダメです、じゃあ次の問題を、はい、メンズが聞いて、はい、ね、後ろ向いててもらうじゃん、後頭部大丈夫ですか、2人とも、あ、大丈夫です、ちゃんと、はい、お茶倒してもいい、じゃあ次、はい、次行きましょう、わっちゃんわっちゃんの番組、はい、あれちょっとお題チェンジで、すいません、かぶった、それラジオ、いや、前見ていい、前見ていい、ラジオの前見ていいよ、前見てください、はいはい、前見てください、あの、ラジオのタコで今出たやつね、ま、出たやつ、前やつ、あ、まだそれ見ちゃったの、ある、まだある、新しい、はぁ、え、はって言われましたね、はって感じです、知らない、じゃあチェンジ知らない、チェンジあるの、知らないもん、チェンジあるの、だって俺知らなかったら、すごいなこれ、ちなみにちょっと今、あ、じゃあ今のね、ちなみに今のは、ちょっと待っていいですか、ジュリちゃんの後ろ姿いいじゃん、木を見て森を水、木を見て森を水、わかる、え、こんな言葉があるんですか、あるって、ほら、木を見て森を見る、あ、分かった、狭いんだ視野が、あ、そういうこと、え、違うそういうことだよ、小さいことじゃ見てるけど、聞きたい、あ、じゅーちゃんは、え、なんか東京のことかと思った、東京のこと、木はあるけど水がない、スケールがでかすぎて、スケールがでかすぎて、知らないよね、どういうこと、あ、知らないのって、あやかさん知ってるわ、初めて聞きました、意味知ってる、2人とも知らない、なんか山梨県とか、タムタムが動き、キョロキョロしちゃってる、山、そうなのかな、違う、木を見て森尾が見えてないのかなと思って、森尾見えてない、でもまあみんな知らないってこと、ね、これ難しすぎますよね、そう、次はお題いきます、はい、話せて後ろ向いてもらって、はい、もうあのスタッフも失笑してますよ知らないのみたいな、そのせいで今急いで書いてる、急いで新しい、すごい簡単なのになってると思う、そう視野を大きく持とうだって、視野をペロリさんが教えてくれてる、すごい、ほらそういうこと、合ってる、そうそうって、うん、はい、じゃあお願いします、できましたね、じゃあちょっと待ってね、あー、まあわかんないけど聞いたことある、うん、はい、じゃあ後ろ大丈夫ですよ、はい、OK です、はい、OK です、じゃあ皆さんも一緒に考えてくださいね、はいはい、え、俺全然わかんないその言葉、わかんない、俺もわかんない、でもさっきの方がまだわかったよ、え、俺これどうやって伝えたらいいんだろう、全然わからない、ちょっともう一回見せて、え、もう一回見せちゃダメでしょ、なんかもうやりたい放題だよこの人やりたい放題だよおーみたいなちょっと待って、なんだ、あまりにも、うん、アマピーとタクボイがバカなので、ちょっとリスナーさんにヒントもらいます、うんうん、そう。ね、それは。でも、それでも、アマピー見れるけど、俺見れない。じゃあ、ちょっと席替えして、はい、アマピー。あ、はい、はい、はい。はい、アマピー、席替えして、はい、ヒントもらいましょう。はい。だから、何ですか、どういうことですか？お題は、これ、お題を今打ちますね。はい。はーい。これ。難しいんだ。これがお題で、僕らが伝えなきゃいけないやつですよね。間違いないですよね。うん。あ、見ちゃった。これを、いや、その前半の意味がわかんない。どういうこと？いや、これは意味わかるでしょ。漢字見ればわかる、漢字見れば。漢字。これ。じゃあ絶対これ、あー、そう、ね。そういうことね。わかんない。そう、これをどう伝えたらいいかっていうのを皆さんに教えてもらいながら。だから、なんだろうな。あのね、うん、チューチューがね。チューチューはこう、チューチュー。
チューはもう一滴しかいないから。チューチューネズミがニャンニャンニャン。チューチューニャンニャンはずるい。チュー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 ニャンニャンはずるいでしょ、それ。はいはい、いけ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 、前も行け、すごい、なになになに、前も行け、ここ行ってこい、あ、違う違う違う、チューチューニャン、はい、キューズは猫かみず。戻って戻って、はい、戻って、ね、ニャンニャンの、なにそれ、その言葉知らない、知らないでしょ、ニャンニャンはずるいし、チューチューニャンニャンを知らないですか、その言葉、ニアピンな、その言葉を知らない、ニアピン、チュー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 、いいよ、俺ヒントきた、はい、弱いものでも強いものに抵抗することです、あ、チューチューがニャンニャンを噛むだ、うん、あ、チューチューがニャンニャンを噛む、噛むよ、はいはい、待って待って、行きます、はい、どうぞ、あ、はい、チューチューがニャンニャンを噛む、ネズミが、うん、猫を噛む。違う。違う。いや、まあ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 。それ、チューチューとニャンニャンをネズミと猫に変えただけじゃん。まあ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 。違うの？はい。トムとジェリーみたいな感じ。トムとジェリー？はいはいはい。噛む？はい、どうぞ。キューズは猫を噛む。よろしいですか？よろしいですか？はい。よろしいですか？オッケーオッケー。オッケー。正解！キューズって何？戻ってください。はい、わかんないでしょ？やりましたー。これやっぱ不利だ。不利、不利ね。素晴らしい。これなんか、キューソっていうのは、ネズミ、追い詰められたネズミ。はいはい。窮地に陥ったネズミは、猫にも反撃すること。あー。窮地に追い陥ったネズミをキューソっていう。なるほどね。すごい。追い込むと、どんなに弱いものでも強いものを噛んだりするよっていうこと。チューチューがニャニャを噛むって、ちょっとずるいですよね。もうね。チューチューをニャンニャンを噛むって言ったら、噛む言ってるし、噛むって言ったらネズミが猫を噛むっていう答えもすごいよ。そうそう。いや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 。チューチューとニャンニャンの回答だけ。キューソ。キューソ。そこ同じ匂いするな。なんならここ同じ匂いするわ。ここ同じ匂いする。やべえ。やばい。ちょっと次の行こうよ。これね、このレースがちょっと行き過ぎてんじゃない？これもう27回。やだやだやだ。何もできね、終わんなくなっちゃう。もうやんないの？ということでやりたいよ。面白いけど。あ、いいか、やめとこう。やめとこうじゃん。時間ないでしょ、時間があったらじゃあまたやる。時間余ってたね。ということで、もうこれは圧倒的、はい、アメとムチデンジャラスチームの勝利でございます。これ弱いね、これ弱いね。今何勝何敗？ 2 対1です。2対1。はい。チキショーは大きい声で言いましょう。番組だから、誰にも聞こえない声でチキショーはやめましょう。心の声みたいなやつ言ってからね。すげえやだー。次のね、得意のやつでいきましょう。はい。逆転分かりました。頑張るぞ。せっかくだから、よくやってるね、ビックリマンチョコの企画をやっちゃいたいと思いますが、ビックリマンチョコってありますか？おめでとうって言ってる。チューチューがニャニャを噛むって言ってる匠さん、かわいすぎて。ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。せこすぎるよね、チューチューがニャニャを噛む。今日はね、これ、はい、ビックリマン5個来てんのよ。1個余るよ。1個余りね。だから選べるってことでしょ。そうだよ。ちなみに何コラボとかあるんですか、今回。これはエヴァンゲリオンコラボ。出ましたよ。いつもはこれこうやって置いとくでしょ。ね、そうすると、葉山さんのはーいってこと、配っちゃうんですよ。だから、取ってくださいよって言って。うん、はい。じゃあやりましょう。これ。じゃあ企画の説明、タグもいいですか。はい。このビックリマンチョコを開けてビックリマンカードが出てきます。それを誰も見せずに自分のビックリマンが一番強いという、アピールをしていただいて、はい、それを、スタッフの方どっちが強いか、見ていただいてリスナーさんがどっち、はい、誰が一番強かったかを判断してトップを決めるゲームです。ちなみにキャラクターの名前とかは言っちゃダメです。はい、その見た目とかから強さをアピールしていくっていう。はい、じゃあ選びますか。はい。じゃあどれかどれか、せーの、エヴァクリマンなんだ。はーい、エヴァクリマンね。エヴァクリマン、どうする？せーの、はい、もう俺これしかだって届いてない。いいじゃん、これ。じゃあこれでいきましょう。はい、エヴァクリマン、すごい、名前がエヴァクリマンだね。これでも2回目だよね、この間タコボイってやったよね。そうそうですね。俺、槍2個持ってていきますよ、じゃあ、はい、開けます。これさ、弱いとすげーテンション下がんないよね。でもそれをどう強さをアピールできるかっていうところですからね。はい、うん、なになに、どこにはいはい、これか。嘘でしょ。え、これ弱いとか強いとかどうやってわかる？嘘でしょ。あ、私絶対強い。おー、その自分の子が一番強いってことを信じてアピールしてもらうってこと。よし、これすごいよ。嘘でしょ、これ。じゃあよろしいですか、アピールタイムスタート。まずほら、強さ、どんな強い？その説明をただ読むだけとかやめてください。やばい、やばい。
私はですね、字が見えねえ、あれです、機械でもありますけれども、機械でもありますけども、けども野獣でもあります、野獣でもあります、獣でもある、獣でもあるのでね、機械と野獣の組み合わせがある、そうですね、これはあの、はい、機械でもあるんですけど、はい、こうちょっと骨っぽいです、骨弱いじゃん、弱いじゃん、骨っぽいですか、骨っぽい、もう見た目が骨っぽい、骨っぽい、なんだ、僕はあれですよ、はい、腕に青いバンダナ巻いてますから、あ、まあ、強くないな、いやいや、いざって時に結構役立つんですよ、やっぱ汗かいたなって時はもうここからこうピッていきます、機械ロボットじゃないんだ、ロボットじゃないんですよ、じゃあ弱いじゃん、弱い人じゃないですか、弱い弱い弱いとか言わない、機械、ジュリちゃん骨っぽいが弱そうです、私は、はい、あの機械じゃないな、機械じゃないんだけど、うん、目がなんかね、マトリックス、目がマトリックス、エヴァンゲリオンにマトリックス、マトリックスのどの部分か、どの部分かにもなる映画でしょ、マトリックス、目が、しかも目が、そう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 、あ、目がね、あの人は別にマトリックスじゃないから、で顔がね、なんかサンドイッチマンっぽい、弱そうだ、ね、弱い、弱い、弱い、弱そうだ、悪い、悪い、悪い、サンドイッチマンだから顔が悪い、人だ、人、僕でもあの最新式のタブレットを右手に持ってますから、やっぱり、タブレット持ってます、でもね、俺実は今まだ言ってないね、すごい強いのがあるな、うん、なんですか、俺ね、両腕に槍持ってる、両腕、また、またこれまた同じように槍でしょ、同じ、え、両腕に槍、やばいよ俺の、え、それはまずいぞ、多分ね、今回俺1位だな、え、これ何見せて、あれ決めるんですか、いや、この時点で、この時点で一回スタッフさんに指さしてもらう、決めてもらうって、機械プラスもねっぽい、はい、いきますよ、待って、ずるいな、え、もうない、勝てない、勝てない、何何、もうアピール、舌が長いです、機械の野獣で舌が長いですので、何でも食べれることができます、素晴らしい、はい、何でも吸収できます、何だろう、これ手が4本あります、手が4本ずるいよ、前回と全然ジュリーの4本ずるいって言ってるチームですからね、そうなんだ、チーム制になるよ、頑張って、そうだよ、俺頭悪いのここですごい頑張ってんのにさ、やりずるいとか言っちゃったやつということで、はい、じゃあ強さアピール対決、はい、終了、終了なの、これ途中であれってないの、とりあえずだから選んでもらいましょう、リスナーの皆さんとスタッフさんに、じゃあ選んでもらいますか、うんうん、そっか、じゃあスタッフさんはどっち、誰が一番強かったと思いますか、指さしてください、せーの、はい、誰、あ、私だ、葉山さん1票、やったー、やったー、すごい、1票ずつ、はい、1票ずつ、やった、じゃあこれはリスナーさんの盛り上がりで終わり、あ、そうです、じゃあそのコメント満載で、じゃあ見せに行きます、せっかくだから、1人ずつ ね、うん、どうぞ、はい、じゃあ私から行ってきますね、いってらっしゃい、じゃあ俺取り、俺これ絶対取り、それ強いわ、はい、どうぞ、こちらがですね、機械プラス野獣の下我慢です、違います、下な我慢、あ、いいですね、いいな、はい、OK です、え、下な我慢って別に正式名称じゃないでしょ、こちらです、あ、強い強い、名前はなんていうの、名前は重化形態です、いや、それ言わなきゃダメです、すごいよ、重化形態、重化形態、だって下な我慢だから、いいよ、敵チームの言うことなんて聞かなくて、下の我慢おかしいよ、下の我慢っておかしいよ、ね、いや、褒めてどうするの下の我慢強い、じゃあ、じゃあいいですか、ジュリちゃんの、ジュリちゃん、見せていただいて、はい、いきます、はい、どうぞ、私、これ、なんか弱い弱いって言ってるからね、強い、強い、怒り、言動さん、言動さん強いでしょ、強いの、強いっていうか、偉い、偉い、なるほど、ありがとうございます、見て、どれ、マトリックスでしょ、本当だ。本当だ、なんか被っている。僕じゃなくて、ちょっと普通の人間っぽい。はーい。その次は、アマピー。イフキ、マヤ。普通に人。私と一緒だ。絶対これ俺の勝ちだよ、これも。完全に。ずるいよ。これね、実は前回の骨バージョン。はい。これもうちょい近づける。うわ、前回の骨バージョン。これ、エヴァンゲリオン。第13号機覚醒、白い姿が印象的な第13号機の、うん、もういいですよ、戻ってくださいもういいです、もういいもういい字読めないから、ちっちゃくて読めないから戻ってください、ほんまたくばよかりです、はい、ということで、まあ、皆さんのコメントおかりです、おかりです普通に人は厳しいですよね弱いって言っちゃった、ジュリちゃん弱いって言っちゃったからそこもマイナス点になるかもしれない。嘘！いや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 。覚悟、はい、やっぱり。今回も覚悟だったよなって。
引きが強い。確実に匠さんでしょうとか。タグボイさん、タグボイさん。骨みたいでしょ、骨だ。雲みたいです。雲みたい、スパイダーだよ、スパイダー。手が4本あって槍は強そうだな、ということで。まあ、盛り上がり度的には、チーム名。チーム名忘れちゃったよ。タクジ。ファッションセンター。ファッションセンター、タクチームの勝利。イエーイ。チーム名言ってみて分かったけど、あんまかっこよくないね。ね、チームの言い方です。ファッションセンター、チームタクジって全然かっこよくないんだよ。アマビーが言ったら絶対かっこいい。ちょっと言ってみて。ファッションセンター、チームタクジ。ほらー。ファッションセンター、チームタクジ。なんで俺敵チームのかっこよく言わないんだよ。タクジ。はい、ということで。2対 2? 負けた。はい、2対2です、ここから。2対2ですよ。いけんじゃないのこれ。いけるいける。まだいける。これね、あの、普通のビックリマンだともっとやりやすいんですけど、この、人だとね、難しいですよね。そうだね。強さって。いや、食べるんかよ。びっくりだわ、ほんと。ということで、今2対2。皆さんたくさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。次、じゃあどうします？あ、うまっ。食べてるけどさ、なんか食べるやつやりたいって言ってませんでした？やりたい。やりたい？ほんと。なんならもう、これでよかったのに。あのね、俺でもよかったね。はい、タコボさんの持ち込み企画。イェイか。イェイイェイ。ふがし、はい、なんだっけな。ふがし早食い対決。イェイ。あ、なんだったっけなって言うほど難しい言葉でもない。ふがし早食い対決ね。ふがしの早食いで、早口言葉を言い切ったチームの勝ち、ね。そう、早く食べ終わって、カメラの前に行って、まず申告。食べ終わりましたって申告して、はいはい、カメラの前に行って。だいぶ汚そうな絵しか浮かばないですよ。こういうことはもう、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 ってことは？ちゃんと言えてれば問題ないですよ。生生々、生々、生々、生々って言ってる。なるほど。わかりました。じゃあ、早口言葉はちなみに何します？カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ合わせて、ぴょこぴょこ、むぴょこぴょこにします？簡単なやつ。はい。簡単です。え、これ簡単なんですか？言ってみてください。え？生麦、生々の方がいいですか？生麦、生々。え、今言っちゃっていいですか？ダメ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 、練習、練習になるぞ、ね。え、これじゃどう、何、順番に言いに行くってことですね。そう、いや、順番じゃないです。もう早く、早く食べた人。食べ、用意飲んで。もぐもぐ、口の中なくなったんで、はい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 。で、みんなあそこに並ぶってこと？そうです。はい、もう順で。ちゃんと、あの、ソーシャルディスタンスなんで、ちゃんと離れて並ぶ。ちゃんと離れて並ぶ。わかりました。わかりました。はい。で、一回でも噛んだら後ろに回ってください。もうあの、ふがしじゃなくて、びっくりマンチョコでもいいですか？嫌です。嫌なんだ。じゃあ、ふがしにしましょう。はい。一人一本取ってください。一人一本ね。ふがし早食い。これ取りに行っちゃってください。じゃあ、取りに行きます。そうそうそう。一回画面からみんないなくなっちゃう。一人残ってますね。一人残ってますか？え、僕、ふがしとか食べたことないんですけど、人生で一度も。えぇー！こんな美味しいのに？マジで食べたこれ一つ。絶対美味しくないじゃん。あ、すいません。これ人叩いても大丈夫なんですか？すいません、ありがとうございます。絶対美味しくないじゃん。人叩いちゃダメですよ。あ、ごめんなさい。そうだよね。人叩いちゃダメだよ。叩いちゃダメですよ。ごめんなさい。え、マジでこれ何すか？え、何味？チョコ？違うよ。黒糖だよ。あ、なんか、なんかそっちの方が面白くなっちゃってんじゃんだって、これ。食べる姿の方が。これ一気に食べて、一番最初に言った方が。全部食べなきゃいけないの？ちょっとじゃあ、ね、カメラの前で一人食べてみる？嫌だよ。なんで？え、私。なんでこっちだけ2本食べなきゃいけないの？前の人の方が有利ですよね。確かに早く行けるし。あ、もう、ふがし食べたことないって。ないの、ふがし。これちょっと、みんな。え、じゃあね、なんだっけ、生麦？生ごめん、生卵ね。おい、3回言うの？一回。一回でいいの？一回。生麦、生ごめん、生卵。うん。うん、楽勝じゃん。はい。いきますよ。ちょっと待って、俺やったことないんだけど。やったことない。これ早く食べれるのかどうか分かんない。絶対全部持ってかれるよね。持ってかれると思うんだ。はい。いきますよ。せーの。全然食べられない、これ。どういう番組？もう絶対本気だよ、私は。きつい。うわぁ。うわぁ。なんこれ。全然進まないんだけど。全然進まない、これ。全然進まない、これ。全然進まない、これ。あ、ごめんねえぞ。ちょ、パソコン。え、え、いいですよ。なめ、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 もう一本、もう一本。もう一本？はい。あ、いけいけいけ。待って、もう一本きついよ。なんだ？生麦、生米、生卵。イェーイ！いや、だって口の中まで入ってるじゃん。いや、だって言えたらいいって出たって感じ。嫌だ。え、そうなの？いや、勝利！勝利！
もう一回やろうよ。じゃあゆうちゃんも言ったらじゃあ私食べた丼じゃないこれ。ゆうちゃんも今言えたら言えたらもう一回さ丼です。はい、生麦生米生卵言えた言えた。イエーイ悔しい悔しいし2本目行こうとして2本目行こうとしてるし思ったより食ってないと喋れないね。俺全然進まない、全然減らない。食えねえよ。初めて、ね、初めて急いで食べた。いや早いね。すごい。何を食べてなかったんです。口の中入ってたもんここに。めっちゃ。いやでも早い。びっくりした。もう葉山さん完璧って。でもね、ジュリちゃん、ジュリちゃん正確だったって。イエーイ。そうだよ。イエーイ。ちょっと早口言葉も簡単すぎたよね。生麦生米ね。そっか。え、これ、怖っ。進まない。うん。いや、何普通に食べてんの？何どういうこと？それ3本目だろ。挑戦だって。今どういう時間これなんで普通にふがしを食べてるの？食べたい、食べたいなと思って。食べたい、喋れないこれでも、うん、本当に2問目いきますか？行かない、行かない、行く行くこれ。いやもうね、違うの行きます、違うの行った方がいいんじゃない？だってジュリちゃんね、気づいてないけどもうあと20分しかないですよ。あと20分しかない。じゃあ今のはこのファッションセンター受託でしたっけ？違うよ、今の今のサドンでしたっけ？ファッションセンター受託全然違うね。普通に番組中にただただ食べるのやめてくださいよ、難しいよ。何言ってるか分かんないでしょ。喋れてないからだって。じゃあサドンですね。ファッションセンター拓樹、拓樹ね、自宅だと自宅ってねえ、お仕事依頼してるだけだから全部間違えてるから、うちで受けますよみたいな。なんで自宅なるほど、じゃあ次行きますか、せっかくだから。そうですね、うん、はい、どうします？神様の名前を考えて相方とシンクロしようとかもあります。あー、なるほどね。そうですね、どれ行きますか？とか、あとね、うん、お尻から伝えろ伝言ゲームとか、うん、あ、それいいですね。それちょっと一回やってみたいですね。行ってみましょうよ、はい、じゃあそれ行きましょう。お尻から伝えろ伝言ゲームと、はい、イエーイ。説明をお願いします。説明いきます。スタッフさんに、はい、まあ、芸能人の名前とかで行きますか？はい、芸能人の名前とかを、はい、あの偉人、偉人、偉人にしますか？はい、偉人、あ、でも日本語じゃないよ、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫でしょう、わかるでしょう。本当にそれを、チームごとに別のお題を出していただいて、うん、で、それをせーのでお尻から、だから橋本匠だったら三田智司派、三田智司派っていう風に伝えてもらって、それが何なのかを元に戻す。はい、で、それを戻したやつを僕たちがまたこう聞いて、逆にして戻して先に答えた方が勝ちね。はい、うん、そういうことでしょ。そういうことだと思う、うん、ちょっと余計ややこしくなっちゃう。だからじゃあ僕かタクボーイが先に答え、どっちが先に答えられるかってことでいきます、うん、最初の、うん、レディースチームが また見なきゃいけないでしょ、はい、最初に。そう、見なきゃいい。わかりました。じゃあレディースたちが見て、そう、はい、じゃあ答えは一緒でいいですか？でもあのお題別々だから、別々なの、はい、そうなんです、うん、まあでも見ても大丈夫だけど、うん、あ、わかりました。どっちからやるの？いや、せーのでいきます。二人が見終わった時点でせーのでいきますよ。はい、これ覚えないといけないですね。はい、じゃあお願いしまーす。どっちのお題？あ、一つの？じゃあ、はい、一つ。あ、これ、はい、これ、はい、はい、はい。え、俺はいいの？みんな、みんな。はい、オッケー。なんですぐずるしようとするんだろう。ずるずる。ずるしようとするんですけど。でもこれ見ても、ハヤマのやつだから。俺も3対1の新編にしますよ、そのうち。もぎちゃん、お願いしまーす。はい。あ、そっか、これはジュリちゃんの、うん、そうです、そうです。じゃあ俺はジュリちゃんの聞いてやるんでしょ、うん、はい、よろしいですか？あ、なんかちょっと、はいはいはい、じゃあ行きます。もう用意読んですぐ始まりますからね。はい、何回も言って、ジュリちゃん、うん、何回も言って、うん、いきます、はい、じゃあ前向いていきますか。前向いて、よーい、スタート。ヤクタラムキワガクト、ヤクタラムキワガクト、あ、違う違う、ヤクタワガクトラー、はいはいはい、はい、違う違う、いや、僕が悪い、やったー、いやーい、まだ考えてる、やくたらくきき、うん、あ、違う、ラムキ、いや、すいません、耳元でキムラって言っちゃってますけど、いや、キムラ、あ、もう、出てきたよ、もうタックやしかない、キムラ出てきましたね。何回もラクタって言ってるうちにラキキタタキムラって言っちゃってます。自分でね、はい、自分で出しちゃってる、はい、じゃあもうそこは大人としていけないわけだ、ね、今のは負けです。
私これ苦手かも。私も苦手かも。面白い。面白いですね。もう一問やりたいこれ。どっち、じゃあ逆にします。逆にしてください。じゃあ、はい、ちょっと苦手だったっぽい。僕とタクボーイが見るのね。それでいきましょう。はい。ねー、ちょっと俺正解したのにさ、誰も褒めてくれない。そうなんです。誰も。すごい難しいですよね。こっちも褒めてくれないし、こっちも褒めてくれないし。しょうがない。むしろ僕答えてたの知ってます。忘れてた、忘れてた。俺らがポイントあげたのが答えてない。しょうがないから。まだふがしあるし、口の中に。ふがし美味しかったでしょ。美味しかった。じゃあ僕のお題いいですか。アマピーナイスって、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。なんでタクボイはタクボイはタクボイはタクボイなんか褒めてくれないの。そう、ジュリちゃん答え言ってた。聞こえちゃってんだ。はい、じゃあ僕のお願いします。なんだろうな。はいはい、オッケーです。簡単すぎない。はい、次じゃあタクボイのお願いします。それ簡単すぎるでしょ。ジリちゃん悪くない。今度俺ね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、俺の忘れちゃった。あ、オッケー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 。いいですか。待って。はい、ダメだ、待てない待てない。オッケー。ちょっと隠して隠して、もういいよ。はい、それじゃあ行きたいと思います。よーい、はい、スタート。まうりしととしとまうりよ、あれちょっと遅い。あれあれ、ちょっと待って。はい。はい。し、いいよ。あ、分かった。よ、あ、痛い、痛い、痛い。しよで。はい。痛い、痛い。よ、し。アマビ。はい、痛い。よ、分かった。はいって言ってる。しよね。あ、俺が変えなきゃいけないからね。いや、あそこにいていただければじゃん。まうり。しよで。まうり。しよで。はい、いきます。いくたとうま。違うの。マウリ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 マウヨリ戻って戻ってマウちっちゃいヨリマウちっちゃいヨリミトヨトはいトマサカトマサカ秀吉セガー岡本龍馬だ。言いたい、すみません、言いたいことあるならあちらに行きます。今同点じゃない？じゃあ言ってもらっていいですか？ここずるいからそこ、はい。はい、OK です。坂本龍馬。正解！今ね、なんかずるいよ。同時だったもん、今。同時だ。言ってた。なに、その、タクボイがさ、今日、あそこに言いに行きたいって言ってたから、そう、言いに行きたいって。2回目準備したんだけど、今言ってた。もういいの、ここで言えばいいの。先に言ってたもんね。ここで言ったもん勝ち。むしろこっちの方が先だったかもしれない。でもさ、すごいね。すごい。俺3文字も言えなかったのに。すごいよ。当たっちゃうんだ。しかも混ざってたよね。マジ。俺もそっちが気になっちゃって混ぜちゃった。偉人を徳川秀吉って言ってたよね。徳川秀吉って言ってたよね。いないし。もういないんだよ。あ、そっか。全然ピンときてない。何秀吉か知ってる。めちゃくちゃ何秀吉。豊臣。豊臣秀吉、正解。素晴らしい。で、坂本龍馬。坂本龍馬。ちっちゃいよはなしでしょ、ちっちゃいよ。生田龍馬って言ってました。生田龍馬って。近い。だってちっちゃいよはさ、理由。だってちっちゃいよ言えないでしょ、理由を。確かに。ま、確かに。でしょ。ちっちゃいって汚くないんだって、理由、理由を、理由ってなるんだ。確かに難しい。ずるいよ。これ絶対ずるいよ。ずるい、あのスタッフずるい。須田さん、須田さんずるい。俺ダメだ。ちょっと待って、俺全然ひっくり返せなかった。これ難しいですよね。難しいですね。難しい。悔しい。どうします？じゃあもう一回いきます？今引き上げってことで。あ、今一回引き上げなんですか、今の？だってなんか大人がいっちゃもんつけるから。だって早かったよね。早かったよね、絶対。早かったよね。言ってたよね、坂本龍馬。言ってた。あれがちっちゃいようじゃなかったらもうとっくに分かってた。うちのジュリは。じゃあ引き分けだ。じゃあ引き分けだ。めっちゃ喉に入ってた。優しい、優しい。全然心にない。じゃあ引き分け。タクボイさん、最初マウリって言ってたし。ちゃんと聞いてた。ちゃんと聞いてた。マウリ。だってさ、ちっちゃいようなんて言ってるか分かんなかったんだもん。ちっちゃいよ難しい。マウリ、マウリ。ちっちゃいよ難しい。よう言えないからリンしたんだよ。よく言えないからリリーしまああ、面白い。よく聞いてるね、さすがに。うん。なるほどね。じゃあ、あと10分だから、もう、このままもう一問いっちゃいます。いっちゃおうか。なんか全然。で、俺ダメ。俺出せない。
これダメだ。これ難しい。じゃあ早く出したのか。俺も逆、うん。うんね、男チームの後ろの方に。オッケーオッケー。ジュンちゃんに責任なしにつけるね。ね、ね、ちっちゃい、ちっちゃい字なし、ちっちゃい字。ちっちゃい字なしね。ちっちゃい字だね。後ろ向いてるんで。はーい。じゃあちょっと早山だからかな。ちょっと意地にするのかタレントにするのかどっちかしてほしいな。すごい狭めるじゃん。じゃあ早山。はい、お願いしまーす。私の問題。最後で絶対勝ちたい、もう。はい、お願いします。はい、はい、はい、OK です。次じゃあ、じゅんちゃんの。はい、いい、はい、全然言えなかったな、はい、よろしいですか、いい、うん、じゃあ前に行きます。はい、ということで、じゃあ、用意、用意、スタート。うゆちお、うゆきんちお、きんちお、はい、うゆちお、はい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 、あー、分かった、はい、ちょっと待って、はい、はい、はい、おしん、イエーイ。え、ちょっと待って、どういうこと。席戻ってください、席戻ってください。え、勝ったんだよ。勝った。いや、ちょっと待って、3文字そうだよ。あのね、私たちはちっちゃい文字があって。分かった、俺答えていい。はい、お願いします。答えていい、一応。はい、何、千の利休。ええ、あ、合ってるか。どういうこと、どういうこと、どういうこと、いろいろ、どういうこと。あ、千のがついてなかった。ついてなかった。利休なの。そう、利休。何、利休なんて呼ばないでしょ、俺。え、彼のこと利休って呼ぶ人います。でも間違えてるもんだって。千ののせいで。マジに、納得が…前にもあったの、ボッキーの時も、なんかね、正解ボッキーなのに、なんか味を言ったりして、ちょっと間違えて。いやいや、だってのに、みんなさ、リキューがさ、みたいな感じで行きます。あ、いやいや、リキューいたよね、あそこ。今日、リキューいたよね、あそこ。いたっていうか、そもそも3文字ずるくないですか。ねー、3文字で。いや、難しかったよね。リキューもちっちゃい U なんで、3.3 ぐらい。3.3 ぐらい。だから、そういう計算なんですね。同時だったら、多分そっちの勝ちだったけど。え、惜しい。おしん難しかったよね。おしん難しかった。逆に言えないもん。ちょっとごめんなさい、いろいろツッコミどこ多すぎて。おしんってまず誰、スタッフの須田さんがだいぶね、権限を言っただけだから、ね、ちょっと待って、おしんって誰。おしん知らない。あ、そう、知らないんだ。ピンコさんですよ。知らないんだよ、この。あ、そっか、違うって言ってる。え、違うの、ドラマですよ。おしんは以前ピンコさんのお母さん。ドラマだよ、うん、もう余計こんがらがられちゃった。ドラマだよ、ドラマ。ドラマです。え、でも名前なの、偉人の名前なの。偉人じゃない、あの主人公。じゃああの人が悪いじゃん。須田さんじゃああの人の負けじゃない。はい、だってしかもさ、3文字はひどいでしょ。俺も長めの日本語って言ってる。なんかいっぱい聞こうと思ってんだけど、なんかどうやら3文字だなと思って。3文字はずるいよね。うん、そう。アマピよく正解できましたね、ほら。そう、小さいをちゃんと小さく言ったから、ね、え、リキューだったの。どうやって言ったの。リキューって言った。いや、それは反対になってないから。反対になってない。ごめんなさい。なんでそれだったらリキュー読んだの。優しく正解を、正解を優しく言った。正解を優しく言った。リキュー。ずるいな、3文字。リキュー。なんだ、ちょっとじゃあ最後、ふだしみんなで1本食べる。なんでだよ、どういう番組なのこれ。もうあと7分しかない。いそうだよ、使わなきゃいけない。ちょっと、はい、で、今ので、勝者出た今。いや、もうだから最終的には視聴者さんがどっちのチーム勝ちかを決めてもらう。じゃあさ、じゃあもう、あと一つだけさ、うん、出してもらおうよ、うん。で、そう、同じお題でやりましょう。あ、オッケー。あ、いいよ。同じお題で。なるほどね。いいよ。ね、そしたらフェアでしょ。はい。だって3文字ずるいもんだって。はい。俺でも本当は、ん？何？一人が、二人でやったら分かんなくなっちゃいません？大丈夫、それもいい。大丈夫、僕らも聞き分ける。聖徳太子です。いや、太子ね。太子張りの。あなたが聖徳太子。私が聖徳太子。いきます。いや、おしんはね。すごいな。あなたは終わってると、私が聖徳太子です。本当に、もうあと7分ですからね。じゃあ、よろしいですか、じゃあ僕ら後ろ向いて。二人とも同じお題ですからね。はい。はい。はい、お願いしまーす。あれ？いや、俺じゃないでしょ。あなた一緒に見てください。はーい。よろしいですか？じゃあ、まあ、参りますね。今、見ちゃうよ。はい。はい。いきまーす。はい。よーい、スタート。無限死かけた。あ、私は。無限死かけた。はい。武田信玄。違う。武田信玄。何この音が。やったー。負けた。え？負けたの？だってなんか、勢いで怒られたの。勢いで確かに。勢い負けんつった。
誰勝者は？ちゃんとソーシャルディスタンスを保ちながらの全然もう 俺の背中にぴったりですね。完全に俺の背中にぴったり。スポーツマンシップにのっとって竹田信玄。竹田信玄。じゃあ勝ちでいいよね。どういうこと？なんでいいの？大人だね。パイの実でコアラのマーチだよ。でもなんかもう負け。じゃあいいよ。じゃあファッションセンタータクジュの勝利。本当に大人げない番組なんだね、タクモね。そうだよ、違う、これから楽しいのが一番なの。この番組は素を見せていく番組なんで、これがタクミさんの素なんで、あぶなく、俺楽しくなくなっちゃうと思ったなるほど。でもこれ勝ったことによってすごく気分がいい。武田信玄、最高。早山さん優しいっつって、タクモさんが勝ちですけど何かとか言ってない。おめでとうございます、ということで。ありがとう。本当に悔しいわ、もう。せっかく答えたけど、それ以上の勢いで答えられたから。そうなんですよね、勢いがあったからね。勢いが大事だわ、やっぱり。勢いで勝てる番組。勢いで勝てる番組。ということで、はい、初めてのね、YouTube ライブ、やってきましたが、残すのがあと5分しかない。5分ですね。いかがですか、皆さん、やってみて。そう。いやね、すごい楽しかったですね。お顔をこうやって出して、そうね。ね、話せるのがすごい楽しかったです。初めてのコメントも本当にたくさんいただいて。ありがとうございます。なんか初のさ、この、映像でさ、はい、ゲストでどうですか、スペシャルゲスト、うん、いや、これラジオでいつもやってると思うとびっくりします。ラジオで本当にこれ、ね、25分短いもんだから、ギュッと詰めて。そうですね、25分じゃ短い。そうで、しかもスタジオで結構ね、爆笑しちゃって喋れ、喋れないんだよね。ラジオで映ってないんだけど、もうね、もうすごい涙流しちゃって笑っちゃって、喋れないっていうね、実はね、カットされてる部分もあるんですよ。いっぱいあるんですね。そう。話しすぎちゃってね。話しすぎちゃって。でも本当に初めてこうやって映像ありきでやれて、めちゃめちゃ楽しかったですし。ね、この常にこう進化し続けるタクボーイね。いや、タクボーイの面白さを知りました。嬉しい。でもラジオ聞いてくれてたんですよね。2回ほど頑張って。頑張ってって言っちゃった。頑張って2回ほど。2回で50分もあるから。50分も。頑張って、頑張りよってね。いつもより長いのにあっという間の1時間でしたって。楽しかった、楽しい。いや、もう本当に、もうね、俺ね、本当に思う。もうこれ見てた人が、もう本当今日1日ね、今までの今年でも嫌なことがあっても何でも、これを見た人が、バカだねっていう、ね、この人たちバカだねっていうように見て笑ってもらえれば。はい、確かにね。バカなわけじゃないですよね。バカだねー。そうだよ、見てもらえる。今何？今何？大丈夫だよ。俺バカじゃない。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 大丈夫。皆さん、告知とか何か言いたいこととかあれば。あ、ジュリさんどうですか？ねえ、せっかくだから。特にない。SNS とかね。SNS とかって何やられてるんですか？特にない。いや、特に。Twitter とかでしょ？Twitter。やってるってほどでもないんですけど、うん、やってないんだ、まあ、たまに、まあ、アカウント作ったみたいな、はい、僕と同じですじゃあ調べ方はそのツイッターでジュリさんを調べるのに、はい、宮沢ジュリ宮沢ジュリ出てもらえればね、はい、口パクパクしてたけど大丈夫なんだろうと思ってなんかほらみんなアットなんとかっていう、はい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 、あれは何かなと思って、はい、確かに確かに、あーね、またライブしてくださいねとか、はい、第2弾も今から楽しみにしてますとかね。第2弾ね。2回目ず生配信決まってからずっと過去ボイ聞いてたんだよって。あ、嬉しいですね。嬉しい。あれでしょ、はい、これアーカイブなんのこれ。なると思います。映像、この番組。うん、もう僕、ね、YouTube ライブ時代久しぶりで昨日汗かきながら調べたんですけど、はいはい、多分なると思いますね。じゃあこれアーカイブにも出るんでよく、もう一回見てみましょう。うわあ、ね、という間ですね、もう。はーい。はいじゃない。あ、私は私もはい、何か告知とか。ですね、ファッション誌のジーナっていうのがあるんですけど。ちゃんと告知来て。なんか一番、ここに来て。すいませんね。すごいな。すいません。12月7日、12月7日発売のジーナに少しだけ、ね、乗らせていただきますので、よかったら見ていただけると嬉しいです。すごーい、はい、すごいな、ちゃんとした告知来たから、はい、ねえ、タクボーイの番組からタクボーイの番組からスターが出たね、嬉しいですね、スターが出たね、テンション低くタクボーイの番組からスターが出たね、出たね、スター出たよ、告知でしょ、あ、あれ12月3012月30もうあと1分しかないで、1分で、はい、12月30タクボーイラジオなんですけど、はい、9時、水曜9時、毎週の通り、水曜9時から生放送で、はい、タクボーイ、
ラジオ25分。生放送。はい、12月30日、最後の放送。ラジオの生放送ですよね。ラジオの生放送。うんうんうん、映像ないんですが、うん、まあもちろん映像、喋りはいつもの通り25分で、はい、面白いタクボーイをリアルタイムで、まあツイッターなど見ながら、はい、ちょっと放送したいかなと思っております。はい、ぜひ皆さん見てください。見てください。あ、聞いてください。聞いてくださいですね。皆さん。いや、嬉しい。もう終わり、最後は俺あれで締めたいよね。わかった。はい、何もう終わる？もう終わりだけど。はい。それじゃあ皆さん、今度もまた見てくださいね。じゃんけんぽい！チョキー！またねー！